はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。オンライン上で税理士を味方につけるということで、オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南です。本日の動画もお願いします。本日の動画はこちら、ふるさと納税上限額シミュレーションについて動画で説明します。今回は自営業の場合をシミュレーションしたいと思います。皆さんね、ふるさと納税気になってると思うんですけど、そろそろやろうかなとか、やりたいなとか、やらなきゃいけないなと思ってると思うんですけど、やはりね、上限額のねシミュレーション計算をどうやってやればいいんだろうっていうのがね疑問に思うかと思うので、本日はそちらを動画にします。内容ですね、ふるさと納税についてさっと基本的なことを復習します。これはね、ふるさと納税についての動画は以前動画撮っておりますので、ふるさと納税についてはさっと説明して進みます。で、実際にね、自営業の方がね、上限額のシミュレーションをどうやってやればいいのかっていうのを具体的に動画で説明していきたいと思いますので、動画最後の方までご覧になってください。はい、それではふるさと納税の上限額シミュレーション自営業の場合について解説していきますね。本日の内容はこちらになります。ふるさと納税についてです。まずね、2000円の手数料を払ったら地域の特産品が届くものだと思ってください。で、寄付金控除で節税が可能です。そして、所得税と住民税両方に効果があり、所得税と住民税が両方下がります。ですのでね、節税の方法としてお得な方法ですので、おすすめしております。他のね、多分先生方もおすすめしていると思います。で、このふるさと納税については、一つ動画で私紹介してますので、ぜひそちらを見てから、こちらの上限額のシミュレーションの方に来ていただけると、そこはより理解が深まると思います。ふるさと納税のシミュレーションなんですけど、各サイトに概算を計算する、まあ、シミュレーションができる場所があるんですね。各サイトにこのシミュレーションできる箇所があるんですね。自分がお使いのふるさと納税のサイトあると思うんです。そちらの方でね、もちろん概算の計算するのもありかと思います。今回は私はこの自営業バージョンっていうのが出てたっていうので、ふるさと本舗さんのシミュレーションをこの概算計算参考に使わせていただきます。今回ね、私と同じものでやりたいっていう方は、ふるさと本舗さんのこのシミュレーション、自営業向け、個人事業向けの、ね、URL をね、概要欄に貼っておきますので、そちらの方をクリックしていただいて、そこからやってみてください。それでは実際にどうやってシミュレーションをしていくかと言いますと、ふるさと本舗さんのホームページに行って、個人事業主版というところをクリックすると、こういうような形でホームページが出てきます。こちらね、そのホームページをそのまま印刷しただけですので、同じもの内容が出てくると思ってください。今回私この図で説明するため紙ベースで書き込んでいきますけど、皆さんではこちらのホームページの方から実際に数字を打ってもらってシミュレーションしていただければと思います。どうやってねすればいいのか、まずここね、所得金額を入れなければなりません。じゃあね、この所得金額っていうのは、皆さんの確定申告でいくとどこの数字を入れるかと言いますと、今回サンプルにザクッと作ったものなんで、数字がね、ところどころ全然入れてなかったり抜けてたりするんですけど、大事なところしか入れてないんです。で、皆さんね、青色の方はこういう用紙で出しても、売上があって経費がかかって、その引いた後ここですね、青色申告控除前の所得金額っていうのが出てくると思います。で、そこで青色申告控除額は65万の場合ですね、これ10万円の方もいますし、65万円の方もいますし、今年はね、改正があって55万円バージョンが出てますけど、まあ、そちらまだ動画で撮っておりますので、そちらの方を参考にしてください。今回はこの65万円控除があった場合です。そして所得が250万になっていたとします。今年ね、したらそこの所得控除の、待ってよ、ここの売上がこの第一票のここに移ってくるんですよね。で、ここの所得控除後の金額が、65万引いた後の金額が、ここの事業の営業等のここに金額が来てると思います。ですので、65万円控除を引いたこの金額をここの所得に入れることになります。だからここ250でね、今回のケースで言うと。250万が来ます。で、青色申告特別控除後の金額を入れてください。この前の、ここが気をつけるポイントです。ここの65万引く前の315万円を入れてしまうと、上限額が正しくシミュレーションできないので、多分それぞれサイトごとにこれは青色申告控除前ですよ、後ですよっていうふうに指示が来ると書いてありますので、指示に必ず従うようにしてください。今回のふるさと本舗さんは、青色申告特別控除後の金額を入れてくださいってありますので、こちらの引いた後の250の方を入れます。で、ここの、もしね、他のね、ところのシミュレーションするときに、青色申告特別控除前の金額って言ったら、ここの金額を入力するようにしてください。で、進んでいきますね。有価証券の売買やなんか今回ゼロだとします。その他収入も特に今回はないとします。そこでね、下に次出てくるのは、配偶者の有無を聞いてきます。配偶者がいるかいないか。まあ、今回はね、一人身だとしますね。チェック。まあ、
入れます。これはあとホームページ上で皆さん入れてください。扶養家族は今回はまあいないとします。いる場合はいるにしてくださいね。で、家父に該当するかこれしないです。で、これね、障害者に該当する扶養者がいるかいないということでいきますね今回。で、社会保険ですね。じゃあ社会保険というのはどういうものかって言いますと、社会保険料をこの確定申告書の第1票を見ますと、ここに社会保険料ってあると思うんです。この数字がどこから来るかっていうと、ここの社会保険料控除のとこから来ます。で、ここに、国民健康保険いくら払いました、国民年金いくら払いましたっていう控除額がこちらに書かれてるはずです。で、そちらの方が合わせて、まあ、今回の場合ね、分かりやすくね、25万円だったとします。だから社会保険料の控除は25万円と、っていうことはここの社会控除が25万円と入力をします。次にね、小規模共済ですけど、今回この方ね、小規模共済は特にかけておらず0円でしたです。もし皆さんの方小規模共済かけている方は、年間の小規模共済の掛け金の方を入力してください。今回は0でいきます。で、次のページに行くと、まあ、これね、実際にホームページですと次のページも特にないんですけど、そのまま下にスクロールしてくださいね。その次に聞かれてくるのは、一般の生命保険料の金額はいくらですかってことです。これは、控除額ではなくて支払い金額を入力してくださいと書いてあります。じゃあ生命保険どこを見ればいいですかって言いますと、ここですね、生命保険料控除のところを見ればいいです。今回は5万円控除になっております。でもこれ控除額なので、支払い額、今回は旧生命保険に入ってたとして、掛け金が年間12万円だったとします。12万円掛け金払ってると、生命保険の控除額は5万円になるので、12万円の掛け金の方を、払った方を書きます。で、今回個人年金は0で、介護保険もなくて、地震保険の方もなかった。まあ、医療費もなかった場合で算定をします。今まで説明したところの所得を入れて、まあ、実際自分のね、この該当するところをチェックしていただいて、社会保険があるのか、小規模共済の掛け金があるのか、一般生命保険の掛け金があるのか、個人年金があるのか、地震保険があるのかっていうのを言うと、今年度の寄付金の金額の目安が出ます。で、今回ね、このまま何もしてない状態で2000円って出ってるんですけど、今回この数字を入れた場合で、実際にこちらのホームページでシミュレーションをしてみると、ここが45,960円と出ました。なので、ふるさと納税があなたの場合は、こんだけ上限マックス、45,000円、もしくは4万、ちょっとね、このシミュレーションで出したより少し少なめにするといいので、まあ、43,000円か42,000円ぐらいしようかなとか、まあ、4万円でいいかなっていう方は4万円でもいいと思います。ふるさと納税の上限額のシミュレーションは、このような形でできます。で、実際にちょっとね、一緒にやってみないと、やっぱりその中、やろうと思ったはいいんだけど、いくらぐらいすればいいのかなと思ってね、なんかね、よくわかんないから適当に2万円だってなっちゃうとね、まだできたのにっていうことで、あまり節税効果がね、やらないよりはいいんですけど、節税効果がマックス狙えないので、こういう形で、各サイトにシミュレーションできるところがありますので、そちらの方をね、うまく利用していただいて、会社員の方も会社員バージョンももちろんありますので、そちらの方は、ね、きれいに皆さん各サイト作っていただいているので、好きなものは利用してうまく節税すればいいと思います。今回はね、この自営業向けっていうことで、個人事業主版っていうのをふるさと本舗さんの方から紹介させていただきました。ぜひ皆さんもやってみてください。注意点です。シミュレーションなので、あくまでも概算になります。絶対この金額で正しいってわけじゃないんですよね。入力ミスとかね、もちなんかが漏れていたとか間違えてきたってなったら、あくまでもそのシミュレーション金額が変わってきますので、自己責任の方でよろしくお願いします。あくまでも概算ですので、お気をつけください。あと、ふるさと納税しようと思っている方は、締め切りがあります。年内までです。12月末、まあ、12月31日ギリギリまでに、ふるさと納税の方、どこかのサイトでお申し込みすれば、寄付金のね、控除証明書が後から来ても、年内でしたら、ギリギリセーフになりますので、締め切りは年内までですので、もうあとね、今月で締め切りですので、して、ふるさと納税したいなっていう方とか、今年利益出てるからしたいんだよねっていう方は、ぜひぜひ間に合うようにしてください。年明けてしまったら、次の、寄付金控除に回ってしまいますので、そこだけはお気をつけください。あとね、今年のふるさと納税しようと思ったら、経理を済ませておく必要があります。ですので、一番ね、直近、最近までの入力、まあ、大体いくらぐらい売り上げがあって、大体いくらぐらい経費があって、大体いくらかな、所得が、利益がっていうのを見ないと、ふるさと納税のシミュレーションができませんので、急いでやりたい方はやってみてください。あとね、どうしてもね、今年のね、やつがね、よくね、どうやって出せばいいのかわからないっていう方は、去年のこういう確定申告書あると思うんですよ。
去年のやつでとりあえずやってみて練習してみるっていうのは私はおすすめしています。去年のでやってみて、あ、去年だったらいくらだったんだっていうのを知って、今年のね最近のとこまで入力したもので概算を出して、まあ、利益今年いくらくらいだろうなっていうのを12月ぐらいになるともう分かると思うので、そちらの数字で次にね実際の数字で概算シミュレーションするっていう方法をおすすめします。まずは練習で去年の分でやってみると分かりやすいかと、スムーズにねいくんじゃないかと思います。この時期になるとね節税気になると思いますので、このシミュレーションの仕方が分からないとか、実際どうやってこのふるさと納税っていくらまですればいいのかっていう多分お声があるんじゃないか、損しないために今回動画の方で紹介させていただきました。最後までご覧になっていただきありがとうございます。私がね、オンラインサロンの方を運営してまして、これはオンライン上に税理士を味方につけるということで、完全会員制の月額制で、税金や経理の内容プラス、私がねビジネスをどうやって考えてやってるかとか、普段のスケジュールとか、お客さんのね裏話、YouTube の裏話とか、あと相談や質問がオンライン上で OK で、私とコミュニケーションを取れる Zoom 会議というものも定期開催しておりますので、オンラインサロン気になる方はぜひぜひ URL、概要欄に URL 貼っておきますので、そちらの方をクリックしてお待ちしております。結構ね、YouTube 見たって方からオンラインサロンに入りたいという会員になってくれる方が増えてきております。ありがとうございます。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。コメントや感想目を通しておりますので、取り上げてほしいテーマなどありましたらどんどんお書き込みください。いつも本当にありがとうございます。今日もじゃあ最後まで見ていただき本当にありがとうございます。ではまたの動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお待ちしてます。税理士川南でした。